先日交通違反で検挙されました。しかし警察官が持っていた違反切符を出す機械が故障しており、後日警察署に来るようにと言われ、その場で切符は切られませんでした。しかしその時に免許証、刑事、氏名、電話番号、住所を聞かれたので、正直に答え、警察官はメモ帳にその内容を書いていました。交通違反は現行犯以外で検挙されますか？逃げ切れないでしょうか？ひろゆきさんの見解お願いします。その後に呼び出し状が来るパターンもあるんですけど、呼び出し状が来てなければ、しかとしてても実は何の問題もないです。呼び出し状が来て、しかとをすると行政処分になるんですけど、呼び出し状が現在来てないのであれば、警察署に行くのはやぶへびになる可能性もあって、ではその現場の人って切符切れなかった場合って、点数にならないんですよ。ただ、捕まえた以上は、手続きはやんなきゃいけないから、警察署来てないってなるんですけど、ぶっちゃけ、来てもらったら確かに、その手続きやるんですけど、その呼び出し状来ないのであれば、多分自分の点数にもならないので、放置してる可能性があるんですよね。なので、ワンチャン放置の可能性があるので、呼び出し状が来るまでは、ほっといてもいいんじゃないかなと思います。